ジャクソン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,274人であり、2000年の15,397人から5.7%増加した。軍庁所在地はジョーンズボロであり、同軍で人口最大の町でもある。南北戦争で南軍の将軍リチャード・テイラーが ジャクソン軍とウィン軍にここ中隊を派遣し、出頭しなかった徴兵機飛者を逮捕し、地域のゲリラ集団の活動を止めさせた。さらにエドマンド・カービー・スミス将軍は、軍務から逃れている男すべてを借り集めて、キャンプに送ってやる。徴兵下流ュから逃げようとする者は射殺する。と指示していた。歴史家のジョン・ D ウィンターズは、その著書、ルイジアナ州における南北戦争で、 佐藤キビの茂み、沼地給料が多くて隠れられる、ルイジアナの地形では、その命令実行が難しくなっていたと説明している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は580平方マイルであり、このうち陸地570平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は1.82%である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ジャクソングーンズ、ジャクソン軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。ジャクソン軍は昔からソリッドサウスの一員であり、1928年の大統領選挙では民主党候補、アルスミスが軍投票数の100%を獲得した。少なくとも1960年から共和党支持に傾いてきた。 ビル・クリントンとジョージ・ W ・ブッシュは2回の選挙とも、ジャクソン軍を制した。2008年の選挙では、ジョン・マケインがバラック・オバマを30ポイント差で破った。ありがとうございます。